どうも、バロンザーマスです。こちらに映ってる130クラウンセダンですね。多くの整備を行ってですね、まあ、なるべく純正のまま、工場出荷状態のまま、皆様のお手元に届くようにと努力してまいりましたが、いよいよ大詰めでございます。でこの期間もね、ちゃんと走り込みをしてチェック、点検ですね、もさせていただいて、で、いよいよ足回りをトヨタさんに一任してですね、お願いすると。いった形でもう整備からいよいよ帰ってまいりました。まあ、走行テストでね、少しショックに甘さがあったり、あとカチカチ時たま音がするっていうのはそれも気になるので、まあ走行上支障はないんですけども、まあ徹底整備を旨とする私としましてはですね、まあ、こういうネオクラシックカーみたいな車ほどね、直せるんだけど手間がかかるので、皆さんが今後手間がかからないようですね、まあどっか壊れますよ、いつかね。でも根本的なやつは全て直しておこうということで足回りの点検と整備の方にお出ししました。こういうのはやっぱりな、足場を組むのと一緒でプロにお任せした方がいいので、ちゃんと工房を持ってね、工場を持って点検機構があってバックヤードのあるトヨタのディーラーに持っていくっていうのが私の考えでございます。で高速も含めてですね、もう乗り心地もいいしエアコン寒いほど効くんですよ。ですんで、これは夏でも、スモークなしで全然大丈夫です。で、あとですね、こう残ってた残地物を一個ずつ丁寧に剥がしていってですね、傷をつけないように。まあ、邪魔なものはすべて、どかして、さらに、純正化計画を戻していくということをですね。ちょっとこれ今、跡が残ってるんですけども、まあ、撮ったよという動画になります。で、こちらの方もね、糊だけが残ってたんですけども、めっちゃ時間かけて丁寧に撮ったんで、ね、ダッシュボードを損なうことなく綺麗に剥がせました。ただですね、カーナビがこう上に貼ってある形だったので、日焼けの差が出てはいるんですね。で、こちらは、パッと見はこうやってわかんないんですけど、日の光によっては、あれ、黒いとこと、違うとこあるなってちょっとわかる程度です。で、さらにですね、ブレード変えたにもかかわらず、もう一回、ガロコワイパーブレードごと買ってですね、まあ、純正保管に勤しむと。だから、この純正の方は綺麗にこうやって保管して残してありますので、戻したい人は戻して、戻さなくていいっていうのはもうこのままで新品のワイパー使えますが、ワイパーとブレードの方は、ガラコの方で切り替えております。で、その他にもね、もうすべて梱包済みでですね、これも4つ揃いましたしね、問題ございません。全部エアパッキンで間に全部かましてあるので、傷つくことは 100% ありませんと、自信を持ってお渡しいたします。その他のね、純正パーツもすべて残してありますので、まあ、パッと見ですぐわかりますから、保管しておいてください。こうやってね、純正手に入らなくなるものもあるので、ね、保管しておきましょう。ワイパーブレードのゴム交換してるんで、これも保管されました。取っといてください。そして、トヨタから晴れて帰ってまいりました。足回り完璧の状態でございます。もう乗り心地100点の状態ですね。で、ね、まあ後でこれは説明すぐしますので、このまま動画を見続けてください。で、その後、ヤフオクに出す用の撮影をしてきました。晴天ですとね、車が反射して帰って、色合いとか見にくいのもあって、曇り晴れみたいな、こういう状況の時が一番綺麗に、車体の状態が映ると思うんですけど、どうですか？めちゃ綺麗でしょ。もちろん洗車した後ですから、もうピッカピカなんですけど、まあ傷がない。まあそういった車となっております。まあちょうどね、撮影も青空と曇り空がちょうど被さる時間だったので、ね、落ち着いてこう車体の照り返しなくボディの色が映るかと思います。綺麗ですよ、これ本当に。びっくりしますよ、この保管状況がね。我ながら感動ですね。それはもちろん生活費である程度ありますけどね。いや、これは本当に当たりの車だと自画自賛している次第でございます。それでは、いよいよ整備の解説の方、お聞きください。かっこいい？かっこいいです。はい。はい、じゃあどうも。どうも、バロンザーマスです。今現在ね、7月18日の22時以上、大変でしょ、介護の仕事。今やっとちょっとね、時間が空いたんで、解説の方、130クラウンの解説をさせていただきます。今回ですね、茅山で、いわゆるショックですね、純正のショックアブソーバーを4本とも変えました。4本変えた理由は、前2本とか後ろ2本だけ変えると、残りの2本と差が出てしまうんですよ。ですんで、もったいないですよ。一気に全部4本とも新品に入れ替えて、で純正のやつは全て保管する形を取りました。で、理由は純正の4本のうちの1本だけオイルのにじみが出てたんですね。
ですからやっぱ乗り心地的には純正にこだわらずに海馬製 の, あの OEM パーツを、トヨタさんに入れ替えていただいて、わざわざそのため入れ替えんのみたいな話になったんですけど、ね、でまあ長いお付き合いがあるんでね、ご理解いただいて、まあ、新品に4本入れ替えたということになります。でもう一つですね、あのカタカタ音がするってずっと最初から思ってたんですよ。で最初マフラーかなと思ってマフラーを調べて、マフラーってこう揺れますんでカタカタ言うことがある、時々コチンって当たることがあるんですよ。でも全然大丈夫やったんですよ。でおかしいな、やっぱショックかなって思ったんですね。でその当時ショック変えてなかったんですけども、オイルにじめ1本しかなかったんでショックもまあほぼ問題なかった。じゃあどこからなっていうか正直分からへんよねっていうことで、これもトヨタさんにご依頼してたんですよ。で何度もね丁寧な人で電話をくださって、めっちゃここじゃないかな、あそこじゃない、どうしましょう、じゃあマフラー一回針金でくくって完全に揺れへん状態で走りますみたいな。でメカニックさんと実際乗った、あのメカニック、トヨタさんのメカニックさんと、それとは別に一人 乗っていただいて音のチェックをしたもう一人の方と私と3人で鳴ってる場所が違うよねになったんですよ。でこれはトヨタさんも初めてやな、おいちょっと分からへんぞって。で僕は前の方から聞こえるんですって。でメカニックのプロは真ん中らへん、ちょうど運転席の下とか助手席の下ぐらいだから、マフラーじゃないけどどこなんやろうって。で後ろに乗った方は後ろから聞こえますってなったんですね。であのショックジャーもとりあえず変えてくださいってお願いして変えていただいたんですよ。そしたら原因が分かったんです。それがこれですね、ストラットバーと言います。でまあこれ、まあ、要するにこうショック、ね、ショッカー武装クッションがついてて、これを正しい位置に補正するのがこの鉄のフレームなんですね。でこれが普通の車と違って、あのクラウンがいかに頑丈かっていうことを表す昔の作りなんですけど、フレームなんですよ。わかります？車の車体フレームがその上に車が乗っかってる感じですね、箱がね。ですから下が頑丈なフレームでバーンあるんで、これがカタカタ言ってて、これボディに直付けなわけですよ。ということはここの振動、この音ですね、この音がその振動を伝って後ろからも聞こえるし前からも聞こえて真ん中からも聞こえる、そうフレームに伝わってる振動ですから。なので乗った場所で全員聞こえたって落ちちゃった。でトヨタさんが、あなんか今回は勉強になったし、いつもあのいろいろと世話にもなってるからっていうことで、なんと、ね、値引きしてくれたんですよ。いや僕正規料金払いますって言ったんですけども、まあ工賃の方で割引できるから部品代はね割引できないけど工賃で値引きしますって言って、いや何回言っても聞いてくれなかったんですよ。なんか勉強になったみたいなんでね、で一緒に取り組めてよかった。その人すっごいいいねメカニックさんなんですよ、偉いさんなんですけど。で前の、クラウンワゴンね、覚えてますか、白いクラウンワゴンね、 あれもあそこでお世話になって、でこのメカニックがすっごいいい人やからって紹介しておいたんですよ、買った人に。でその人も来てんですよ同じ場所にだからなんかまあお客さん連れてくる人みたいなんでちょっとよくしていただいたんが、今回甘えさせていただいて、逆に皆さんめっちゃ得ですよ。全部足しても7万円ですから。新品パーツがこのストラットバー2本入って、それに関わる物資とかワイヤー、あーごめんなさい、ワッシャーとか全部新品で、しかもショックも4本買えば製で入ってると。でしかも音が一切なくなったっていう完璧な状態に足までできた。で最後紹介する、これ外したやつね、ちょっと見てほしいんですけど、わかります、この部分ね、まあ、これでまあ押さえてるわけですよね。で、まあ、ゴムはだいぶ擦り切れてるわけなんですけど、まあ、こう普通はゴムがあるからここで音が鳴らないんだけれども、時たまこう揺れてカチカチしてることがあったと。でこれがここがね車についてるところなんで、ここから振動がビリ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 って言って後ろからカチン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 聞こえとったっていうことが分かった。でトヨタの人も僕の人も 僕の人っておかしい私も初めてです。その理由が車体がフレームだったね、あそのフレーム車体ね、こう乗っかってるんじゃなくて、そのフレームの上に車の母体が乗ってるから振動が揺れるんだということが初めて分かるというわけでございます。めちゃええ話でしょ。だからありえないですよ、全部足して7万円工賃、だから工賃3200円ぐらいなんじゃないかな。ほんまトヨタさんに申し訳ねえ。あとでねそこ添付しますけども、パーツ代が66,880円で、工賃が全部やって3120円しか取ってないんですよ。ごめんなさいの推計ですよね。さそれはなんでかって、最初僕7万ぐらいで予算組んでまず1回目をやりますって言って、その7万円に合わせてくれ、それはこっちも読めなかったショック変えたらって進めたのもあるんでみたいなね。
本当にね、信頼できるメカニックさん、しかも優しくて4回も電話かけてきてくれて、こうじゃない、ああじゃないみたいなもね、相談しながら、僕みたいな素人ですよね、資格を持ってない整備なんで素人扱いなんですけど、僕の27年をその方は絶対無視しないんですよ。だからザーマさんその辺なんだよね、感覚みたいな、分かったもう一回やってみろって、いや確かにその辺からも聞こえたみたいなね、そういう情報を共有するのに身分なんか関係なくね、ちゃんと信じてくれて一緒にコミュニケーション取り合えたっていうのがすごく嬉しかったです。で今回の車は安くめちゃええのができたので、はっきり言いますけど買いです。そしてもう一言 お伝えします。この動画の上げた後ね、1週間だけ整備は取り組みませんっていうのは、残りの整備があとはシート、運転席のシートのリペアと、まあ、うまくいくんだったらダッシュボードのカーナビの跡がね、少し影が残ってるんですよ。それはもうプロじゃないと落とせない色が少し出て、パッと見わかんないんですけど、僕は見える口なんですね。で完全体にするには、あとシートとそこをお金を払ってプロに一任してやってもらうのが最後の整備になるので、もしお安く買いたい、この状態ではもう完全に乗れますから、お安くこれで気になりませんっていう方がいらっしゃれば、ぜひどうぞ今のうちに YouTube の特別企画でね、お声かけいただいたらお譲りすることもできると。で最後内装のそのリペアが終われば、ヤフオク経由で販売となりますので、その場合は競っていただく形になると思いますですね。ここから1週間だけ普通に乗るだけにしておきますんで、もしご興味ある方は一度コメントなり、Facebook からメッセンジャーを使って私の方にアポを取ってください。というわけで、このラッキーカーということでね、とても嬉しいんですけども、まあ、これも一応車に積んでおきますので、よかったら一部だけ使えますんで、どう使ってか5本全部ダメですけどね、はい、ということで以上となります。どうも解説ありがとうございました。聞いていただいて、で今後ともよろしくお願いいたします。まあ、こうしてですね、純正のショックは4本ともキープしております。ストラットバーも残してあります。ゴム類書いたら使えますんでね。で、さらにですね、フロントとリアの方、これコメントいただいてまして、シートカバーにしたらって、これ純正守るためにもちょうどいいですし、確実に汚れはついちゃうんですよ、白やから。でも漂白打てるし、洗濯できるんですね。ですんで、もうこれはもう汚してもらって結構なんで、タクシー会社さんに卸してる会社に、特別に作っていただきました。フロントとリアのホワイトカバーですね。で、さらに純正のハーフシートついてるんですよ、シートカバーね。でも今見てください、値段。6万8000円で売ってるんですよ、両方ともね。高っ。で、これついてるんですよね。もしね、直す途中ですね、経済的にもしお困りになったら、これ売ってしまったらいいんじゃないですか。できればつけておいてほしいんですけども、すでに6万8000円浮いてると考えていただいたらいいかと思います。で、それとは別にですね、トランク方のホールカバーも手に入りました。純正です。では早速ですね、シートカバーをつけて、まあこのね、せっかく綺麗なんですが、さ、綺麗な上に綺麗な新品のそのシートカバーをつけて、ちょっとタクシー送迎仕様にはなるんですけど、まあ純正を守っていくと。まあそういうことになりますね。で、これはね、シートを最終的に外して、簡単にね、足元のところに2つ、簡単に留め金具があって、それをポコンと上げると自動的にガバーンって外れちゃうんですけども、とりあえず今仮合わせをしているところですね。綺麗に晴れたんですけど、いいですよ。めちゃめちゃ。もう、ここまで来たらもう、高級官僚の送迎車みたいなね。そんな感じになるんですけど、これはね、汚してしまっても、漂白で洗えば綺麗になりますから、いいやつ買ったんでね、何度でも、こう、洗濯に回してください。いずれ汚れます。少しでもすればね、例えば靴でも当たれば黒い線入ったりしますんでね、その都度綺麗に洗っていただければ良いかと思います。まあ、今後ね、ご購入者はこうやって取り付けるんだよと見といてもらってもいいかと思います。はい、綺麗に貼れました。ピッカピカですよ。新品ですからね。しかもぴったりサイズが合うやつね。クラウン用で購入しております。これ作ってくれる会社あるんですよ、これ。1万円逆に安いような気がしますね。で、前も付けることができました。それでは失礼します。バイ。